はい、テレビをご覧の皆さん、テレビと違うか、まあ、テレビみたいなもんやね、みんなにとってはね、マイジャパンということで、ガイドブックにはない日本の良さを、まあ、映像で表現すると、まあ、今年はインタラクティブもということなんですけどね、ありますよね、そういうのね、ガイドブックにない日本の良さ。大体ガイドブック、日本のガイドブックみんな買ったことはあんまりないと思うんやけれども、何が書いてあるんやろな、結構でも今は情報がいろいろと出ているというふうに僕は感じてるけどね、ので、まあかなりガイドブックもいろいろと書かれてるとは僕は思いますが、そうじゃない、もうちょっと、もうちょっとなんていうかな、直接的な視点というか、こういうことがいいよねという、なんかあまりよそ行きの目でね作るんではなくてね、私はこういうのがいいと思うとか、もう簡単な話、うちのお母ちゃん最高とか、もうそういうレベルのことから発想していった方がいいんちゃうかなと、ほんまにここいいよねって思えるところはを見つけていくのがいいんちゃうかなというふうに思いますね。いろいろと調べ物をすると、今何でも情報がネットは、はい、今プチッと切れたんですけれども、これは僕がスイッチを押してしまったんです。すいません、ここでカットする予定じゃなかったんですけれども、押してしまいましたがね、いろいろと、なんていうかな、自分ではリアリティがない情報を人に発信してもしょうがないので、自分でこういうところをやっぱり言いちゃうかな、本当に心から思えるような良さをね、見つけてもらって、それを、やっぱり見る人が、楽しめる、30秒って言ってもね、やっぱ人の時間やから勝手にもらうわけにはいかへんのでね、30秒間をみんなを楽しませるようなことができるような、もうサービス精神ブリブリ出したようなものをですね、ぜひとも作ってほしいなっていうふうに思いますね。で、そういう課題に取り組むというか、このマイジャパンを探すっていうのは僕いいなとすごく思ったのは、どういうところかっていうと、今やっぱりね、何がほんまに大事なのかをね、いろんなところでいろんな人が一生懸命探ってるわけなんですよ。で、これまでやったら、ちょっとやっぱりいい大学に出て、いい会社に入って成功して、綺麗な嫁さんもらって、家を建ててベンツに乗ってみたいなのを追いかければいいみたいなのがあって、なかなかそんな追いかけられへんけれどもね、なんか分かりやすかったんですけども、そうじゃないんちゃうかっていうことになってきてるわけですね。で、産業の構造にしたって、今まではちょっと考えもしなかったような大きなお隣の中国みたいな国が、すごく力をつけてきてることによって、それまで戦後はずっと日本が、今の中国みたいな役割をね果たしてたんですけれども、じゃあ、中国がいろいろものづくりとかを盛んにやるようになってきたら、僕たちって一体何をね、元に自分たちの世界の幸せ、自分たちの住んでるところの幸せを探していけばいいんやっていうことについて、いろんな人がいろんなことを今探してる、考えてる時やと思うんですよね。で、こういうやっぱり一つインジャパンという、インジャパンじゃマイジャパンということで、自分の本当にここ日本ってこういうところいいなっていうことを考えることによって、これから僕たちが住んでいく、生きていかなければいけないこの世の中の、幸せみたいなものを一つ発見していくいいきっかけになるんちゃうかなというふうに、ちょっと大げさですけども、そういうふうにも思うんですね。だからすごく価値のあることやと思います。で、学生さんたちに言いたいメッセージもまさにそれにつながってますけど、今までの僕たちが作ってきた、物差しっていうものでは、だけでは進めなくなってきてるのは事実なんですね。ほんで、はい、今プチッと切れたんですけれどもちょっと声がね、いがらっぽくなってしまったんで、大事なことを言おうとしてるんでね、ということで、これからの、新しい僕たちの幸せ、僕たちみんなが幸せになることはどうやったらいいんだろうかなっていうことを考えるという意味においては、今の若者たちはフロンティアになるんですね。
僕らはまだ先輩たちの追っかけをやってました。先輩たちが作ったレールをずっと僕たちはひたすら追い求めて、こういう風にしたら成功すんねんでという風なことで走れたんです、逆に言うとね。だけどおい、これからは僕は皆さんに僕らと同じことやれとは言えないですよね。もっと違う発想がいるし、もっと新しい何か、手がかりを求めないといけない。だから僕は、希望を持ってこれからこのね大不況と言われている社会を希望を持って、ヤングにとってはチャンスとしてですね、捉えてもらいたいなっていうふうに思うし、それ本当世界中で起こっている事柄やなっていうふうに思ってます。一番大事なのは、本当に僕たちが生きていく、幸せになっていくにはどうしたらいいかということを本当にちゃんと考えるという姿勢ですね。頑張ろう。僕もね、もう頭は光ってますけれども、このようにね、心も光ってますんで、一緒に頑張れたらいいなと思いますと。何やったかな、そういうことで、マイジャパン、ぜひとも楽しい作品を、期待しています。明るく楽しい元気なっていう感じでやってみましょう。よろしく。ではね。